皆さん、こんにちは。こんにちは。はい。結婚相談所の下木修一郎です。よろしくお願いします。そして、ベトナム人女性を紹介しているトリンです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ベトナム人女性って、ね、日本人男性にとってこうどうなんだろうっていうところをたくさん聞いていきたいと思いますので、どうぞお楽しみにということで。はい。今、すごく日本にベトナム人女性がいっぱい来てますよね。ベトナム人にとって日本ってすごく魅力的な国っていうことですか？その通りです。日本の文化とか、文化、交通の安全です。ベトナムバイク走ってますよね。走ってます。危ない。あれ角度このくらい、このくらいで走る。事故しなくて、詰まりそうな感じです。あれ事故しないの？しないです。日本はすごくその辺安全性がすごい、ね、あとはどういったところが、あと、食事の衛生、衛生面か。ベトナムはまあ、安全ではないわけではない。安全ではない。ではないところもあるんですけど、そうでのところもある。じゃあ他にどういうところが魅力的なんでしょう？清潔面。清潔。うん。ああ、確かに清潔好きですよね、日本人。トリンちゃんは結構日本に来て長いんですよね。そうですね、21年。21年になりますか。そうですか。じゃあ、なぜかとか言わないですか。言わないですか。じゃあ、日本のいいところもすごくこう感じている。感じてる。ああ、なるほど。その今、ベトナムからたくさんのこう男性も女性も来てます、はい。で、その女性の中で、日本人と結婚したいっていう人が増えてるっていう話を聞いたんですよ。これ本当でしょうか？その通り。あら、増えてる。どういうところがその魅力なんでしょうかね。日本人がですか、うん、日本人は見た目だけでもすごく優しくて、うん、優真面目な人だねって見た目だけでも判断できるんですよ。ベトナム人女性がそういう風に見える。見えるんです。私なんかも私はさておきそういう風に見える。見える。あ、そうなんだ。へえ。この人だったら、一緒にいられるんじゃないかなって思うんですね。この人だから安心だねって思う。そう、本当ですか？最初からもう見えるんです。あら、まあ中身どうか分かりませんけど。中身どうか分からないけどすごいですね。ちょっと、日本人からするとそういうこと気づかないので、今いいこと聞いたなってすごく思いますけれども、じゃあでも、はい、日本人のこう顔とかね、見た目とか結構気にするんじゃないかなって思うんですけど、その辺はどうなんですか？実はそこはあまり気にしてないんですよ。あれ？若いけど若いほど、若ければ若いほど、みんな多分、こういう素敵イケメンな方はいいよねって思うんですけど、若い子はね。ただし、旦那さんにするとしたら、そっか。旦那さんとするならば、いやいや、まあ見た目は確かにいいのはいいけど、でもそれだけじゃないよね。そうです。ベトナム人女性を感じてくれてる。そうなんです。はあ、でも、年収が高い方がいいとかいうのあるんじゃないですか？思ってらっしゃる方多いよね。おう、多い。多いと思うんですけど、そこは違うんです。違う。テレビショッピングみたいになってきましたね、なんかね。ベトナム女性の女性はすごく働き者。働き者。おう、働き者。おう、すごいですね。家事でも、外面でも、両方とも下があるんですよね。下がある。そうなんです。そういう家事とか、仕事とかを。家事をしっかりして、家庭を良くしたい。旦那さんの収入だけ頼るんではなくて、自分もちょっと働いてて、その分を、少しでも手伝いできたらね、って思っているんです。ね、男としてこう収入が低いっていうのはちょっと自信がないじゃないですか。ありますね。皆さん多分そう思っている方多いと思うんですが、ベトナム人はそれはないんです。一緒に、同じ道歩むんですから、一人させるでもなくて、自分も頑張って、家庭をなんとかうまくするのが、ベトナム人の気持ちにあるんです。なるほど。もう俺が頑張ればいいと、お前は家にずっといてくれ、みたいな。そういう男性ちょっと難しいですね。難しい。ちょっとそこはごめんなさい、難しいです。難しい。ずっと家にいたくないんです。あ、そう。家のこと、無視とかそういうではなくて、まあ自分でできる範囲は自分でやりたいっていう気持ちがある、働きますね、そうすれば。奥さんと一緒に、こう、夫婦を良くしていきたいなとか、楽しんでいきたいなっていう人には、これはおすすめですね。そうですね。あら、そう。まあでも、なんかあるでしょう。例えば、ほら、旦那さんの両親とね、住みたくないと、同居したくないっていう、
日本人の方結構お話聞くんですよ、私。ベトナム人はどうなんですか？ベトナム人は、みんな、親のことをすごく大事に思ってるんです。親のことをね。自分の親はもちろん、旦那の親もそうなんです。旦那の親って自分の親と、まあ、イコールになってるんですよ。自分、ベトナム人女性の親だけでなく、その結婚相手の男性の親も、まるで自分の親のように。そう、今いい言葉と言ってるかもしれない。って思ってるかもしれないですけど、実際はそうなんです。あ、そう、そういう子が多い。多い。親と一緒にいることで、いろんな面でリンクすることができるんですよ。いろんなことを教えてもらえるんですね。例えば、腕を利かすとか、言葉とか、あと、文化とかいろいろ教えてもらえるもんで、嫌ってないです。なるほど。じゃあ、ベトナム人女性にとって、同居することは、日本人女性だとちょっとええって思うかもしれないけども、いいこともいっぱいあるわけだ、ベトナム人女性にとって。すごいですね。男性も年齢がどんどんいってね、まあ、例えば、まあ、35歳とか40歳とか45歳になってくると、親、介護どうしようかなってやっぱ思っちゃうけど、そういうところも不安がある人は、ちょっと一回ぜひね、お話聞いてもらいたいななんて。そうですね。いうふうに思いましたね。いや、でもね、さすがにちょっといいことばっか並びすぎてるような気がするんですよ。ベトナム人女性だって、日本人男性のこういうところはちょっとっていうところがあると思うんですよ。それはね、私はね、聞き逃したくない。それ皆さんにぜひね、これ言ってもらいたいと思うんですよ。あるんです。やっぱり。残念ながら、それもあるんです。あるわ、ちょっとやばい、怖い。関心の気持ちが表現できてない部分ですね。関心の気持ちを初対面に出ないです。関心、あなたに興味があるってこと？そう。あ、それはあんまり出さない日本人男性。あるんですけど、多分恥ずかしがってるのかな、わかんないですけども、出ない部分があるんです。あ、出ないな、確かに。今日の服素敵ですよねとか、可愛いですねとか、そういうやつ言わないですよね。ちょっとだけも言ってるだけだと違うんです。ベトナム人の女性は思ってくれてることを遠目に出してもらえる方が、あ、自分の頃思ってくれてるんだねって分かってくれて嬉しいんです。当然者可愛いですよね。こういうことでいいでしょうかね。まあでもこういうような表現が、ちょっと日本人は足りないんじゃないかと。二人でデートしていくときに、例えば、今日もしかしたら彼女お腹空いてるんじゃないかなとか、あとは、もしかしたら後で雨降って濡れるかもしれないとか、そういう思って、くれるとすごく嬉しい。なるほど。それがさっき言ったその関心を表すということだ。そうです。分かってきました。なるほどね。だから相手のことを少し考えて、それをまあ言葉に出したりとか、まあ、態度に出すということをすると、そうです。ベトナム人女性はもっと日本人男性のことを魅力的に感じると。いうことですね。さあ、こうやっていろいろ話を聞いてきましたけども、いざ結婚しようとしたときに、はい、日本って島国なので、他の国の人と結婚するってちょっとハードルがね、高いんですよ。高い。ベトナムの人って、国際結婚とかハードルは？いいですね。高いんです。高いんだ。はい。そうなんだ、ベトナムの人も高いんだね。高いです。ね、だけど、日本人であればっていう思ってる部分があるから頑張っているんですね。日本人であれば私も頑張りたいなっていう思いを持ってやってくれてる、そうか。じゃあそんな中、ただ単にね、他の国の人と結婚するのは不安だよとかって言ってると、なんかちょっともったいないような気がするよね。そうやってベトナム人女性が考えてくれているわけだから、なんか日本人も少しちょっと考えてもいいんじゃないかななんて今思ったんですけれども、ただ実際にやっぱ結婚するとなると国際結婚ですから不安なこともあると思うんです。ああ、こういろいろ問題とかももしかしたら起きちゃうかもしれないと思ってる人いっぱいいると思うんですね。実際に私がそのベトナム人女性と結婚した日本人男性たちとこうお話をさせていただいた時にですね、最初本当に大変でした。なんか3年間がやっぱすごい大変でしたっ
って言ってました、その人たちは。だから、まあ、言葉はまあそこそこだったので、まあ、いろいろ文化もね、違うから。でも、この3年間、本当に頑張ってきたから、なんかお互いにすごく絆が強くなった。そうなんです。っていう話を聞きました。それ聞いた時にちょっとびっくりしちゃった私。日本人でね、3年結婚しててもなかなか絆とか強くならないんだけれども。多分それは当たり前と思ってしまっていると思うんです。うん、ベトナム人と日本人がいろんな面で違ってきてるから、うん、お互い勉強しようと思う気持ちで頑張っていく姿がプラスされるんですね。うん、なるほど。うん、それが夫婦のこう絆をどん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 強くしていってるっていう感じが、うん、しますね、うん、であと子供が生まれたりすると、うんうん、で奥さんがすごくやっぱり大変そうにしてる、で日本語がそんなに通じないから、うん、わあどうしよう、すごくストレスになってるんじゃないかなっていう時あると思うんです、はい、ね、こうやってトリンちゃんがその女性とこう繋がってるわけですよね、うん、繋がっております。こうケアをしてあげたりしてくれたりするんでしょうか。しております。例えば、うん、あの妊娠前とか、うんのまあ、女性の不安とかそれを相談を受けたりしてます。あと妊娠して出産その前のいろんな準備の話とかのフォロー、まあ、フォローというより相談の方ですね。フォローは何かというと、例えばあの病院とか行く時に、うん、女性の方に病院から伝えたい言葉とかあると思うんです。そこも通訳化してあげたりするんですね。そうね、だってこの背中のこの奥の方のこれがって最近私痛いんですけど、うん、そういうのなかなか伝えるの難しいですもんね。うちらの難しいのは、うん、出産前に病院の方が承諾書とそういうのを、あの承諾書、承諾書、うん、あのサインとか欲しくなるんですね。署名とかそれを理解してもらえないと病院は何とできないから、うん、そうか、そうです、うん、そういうのをケアする、ケアします。背中の奥の話ではなくて、ではないです。あ、そういう承諾書とか日本語ですもんね。そうです。なるほど。そういう意味では心強いですね。うん。あと赤ちゃん今の状態ですよっていうのは、うん、お奥さんも知りたいので、それを伝えてあげたりしてます。なるほど。トリンちゃんからここをご紹介をいただいて、うん、ね、結婚になれば結婚した後のケアも、うん、相談とかにも乗ってくれるわけですね。しております。いや、これは非常に心強いなって。あとは新しい環境、新しい生活始まるわけなので、うん、もう友達も少ない、の家族たちのために、うん、年に数回、うん、まあ、最低でも1回はそのイベント、うん、まあ、交流会みたいなものですね、うん、開いてます。やられてるんですね。しております。実際私も行きましたけども、すごく良かったんですね。あの私も見てて、あ、これだったらなんか安心して結婚できそうかななんて思いました。結婚して1年とか2年経っていけば、うん、女性も生活慣れていくんですけども、うん、ただしその間トラブルとか起きるんですよね、うん、起きる。その交流会を通して、うん、よりあの家族をまとまっていきたいような気持ちでやっています。素晴らしいですね。いろいろ不安なことが多いと思うので、うん、そういう意味ではこういうちゃんとサポートがある、ね、ところで、国際結婚ができると安心できるのではないかなというふうに思います、はい。まあ、ちなみに私もあのカウンセラーをやってますんでね、男性の不安は全部私にいただければちゃんとお答えしてご安心くださいということで、はい。ここまでいろいろと話してきましたけれども、いかがだったでしょうか。いろいろ不安なことあると思います。ですからまず一度ですね、ベトナム人女性に会っていただきたいなと。そうですね、今この場でいろんなことを話したんですけども、うん、話を聞くより自分の目で確かめることが大事だと思います。百聞は一見にしかずという言葉がございますのでね、ぜひあのお声掛けいただければ、最初のお見合いはもうこれはもうお金はねいただかずに、ね、まずまあお試しではないけれどもやってもらいたいというふうに思っております。いろいろとご質問とかあったらぜひ、こちらまでご連絡いただければというふうに思います。はい、それでは、トリンちゃん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた、さようなら。さようなら。はい。